松丸夫婦始まるよ。毎度お気に松丸夫婦、今日は何ですか。いや何ですか。今日は、ヒロ君の、ボクシングの、試合です。試合をしに今神戸まで来ました。はい、どうですか。めちゃくちゃ楽しみ。なあ、めちゃくちゃ楽しみ。ちょっとたくさんの人の前に出るっていうのが緊張ですけど、はい、緊張ですけども、すごい楽しみ。なあ、このために何キロ痩せたんですか。そうなんだっつって、10キロぐらい痩せたんだっつって。お前バカ野郎、この野郎、バカ野郎この野郎ということで、でね、応援も来てくれるみたいなんで、で、見ていただいている通り顔もちょっとほっそりして、あ、やべ、ジョニーデップ、誰がジョニーデップやっつってね。まあ、作戦は、無力空襲ね。はい、相手は当たってると思わせてるけど、僕にはこの無限の空間があるんだよっつって、実は当たってねえぞってバーロコの野郎言って。そう、いや超楽しみやな。でも、試合開始はまあちょっと夕方ぐらいになるけど、集合時間が11時っていうことでね、ちょっと早めの入りにはなるんですけど、はい、まあ同じジムの人たちもちょっと出てるんで、まあ、ちらほら見ながら、で店もあるみたいやから、で、そういうのも楽しみながら、で、酒も飲みながら、お試合前に飲むな。そんな感じでね、でとりあえずちょっと試合会場まで、はい、それでは試合まで、試合まで飛ばすの、試合会場まで、ピュッ。神戸着きました。これが会場です。長谷川穂積カップです。どうですか？会場を目の前にして。いや、何も変わらない。ただ楽しみにしてる。いいな、めっちゃ。見てる。トロフィーっぽい感じ。受付始まるの？受付いってらっしゃい。まだか。まだか。よし、こんな感じで今日はここで試合をしていきます。続きましてジェンツマッチ男性の部最終試合を行います。 81kg 超級青コーナーより千葉ひろと選手の入場です。
笑うの。やれやれ。やれやれ。前だろ。負けんな。ノックアウトにより青コーナー勝ちました。ありがとバツ丸夫婦です。はい、いや、ということでね、ちょっと帰ってきました、はい、帰ってきました、無事ね。はい、あの、じゃあ、あの動画見てくれてる人はもうどうなったか分かったと思うんですけど、無事、うん、KO 勝手で、すごい、おめでとうございます。はい、すごいでしょ。もう今からは、うん、近日先生いっぱいご飯食べたいと思うんで、早速パスタ2個なんか食べちゃってますから。はい、どうでしたか感想は。気持ちかった。うん、まあ、一発当たって、はい、こいつもう無理ってなってはい、イラつく。普通に純粋にシンプルにイラつくってなって友達とずっと電話してたけど、うん、お前、あれは切れたなっつって言われて、うん、切れたな言って、うん、まあ、でもあれは喧嘩やで、うん、いいダメ出しをしてもらって、うんうん、もうちょっとボクシングを磨こうかなと思いましたね。やっぱダメ出しされな、ダメ出しされて真摯に受け止めな、うん、人は成長しませんから。で、その友達やから、そのな姿を知ってるっていうのもあるからな。うん、うん。でもその他のさ、同じジムの出場してる人が、うん、なんか、いやもうできひんねんみたいな感じで言うとったやん、うん、こうなるみたいな、うん、その気持ちは分かった。うん、ちょっと、うん、やっぱこうアドレナリンが出るからさ、うるわーって多分なるやん、うん、それは分かったよ、その気持ちが。うるわーってなったもん絶対 KO したらみたいな。そんなの何もなかった絶対やったのよ的なやつはなかったけど、一発当たってあんまこいつ無理って思ってやってやると、うーん、うわーってなって上手やったあの、俺よりキャリアは上やったから、うんうん、でもなんか上手やったの、このパンチとかの感じは、うんうん、やっぱり階級が軽い人は、うん、一気であんま KO とかなかったやん。うんうん、でその階級アーティックについてやっぱ KO とかも増えてきた、まあ、迫力は全然違うよ、うんうん、増えてきたし、やっぱこうヒロ君一番最後のあれやったけど、うん、やっぱこうパンチの重みが全然違うな、うん、階級が変わればすごいなと思った、うんうん、階段もフラフラ降りていっとったやんやな、うん、アビル・ユーっておるやん。はいはいはい、あの人は昔格闘家と結婚しててさ、機材もやろ、そうそうそう、でこう試合とかよう見に行ってあ
うん、嘘ってんな。でもその叫ぶ気持ちがわかる。嘘な、叫んだ。叫んでたよ、私めっちゃ。うん、来てくれた人みんな叫んでて、うん、まあそれぞれ応援しに行ってる人からすればほんまに応援してくれるってありがたいなって思う、うんうん、ただ試合中はもう声なんかもさ何も聞こえへん。カーンってなったらもう聞こえへん。全く聞こえへん。ほんまにあの叫ぶ気持ちが分かったよ、うん、セコンドの声も聞こえへん。うーん相手セコンドの声も聞こえないから、うん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 、何にも聞こえないから、ほんまに。すごいよな。だってダイエットから初めてアケンボクシングな、うん、でそれがもういつしか試合に出るようになってさ、ハマりすぎて、うん、沼ってるもんな、うん、完全に、うん、もう恋してるもんボクシングに。いやでもそれを支えてくれたお前がおるからできるわけやね。いやいや、ありがとうございますね、うん、いやでもめっちゃかっこよかった、うん、ずっと支えてくれた奥さんがいてるから、うん、だってお前なんでボクシングなんか行ってんねんとか言われても終わりやもんそれ家でお前家事やるやんって、うん、そんなに思わへんけど、でもかっこよかった、めっちゃ、うん、嫁ですけどみたいなあの人の嫁ですけどみたいな。鼻高かった。そう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 、ちょっとどうやってたもん、ね。嫁ですけど。うん、すごい楽しかった。応援とか行くのすごい楽しい。うん。うん、もうそのとりあえず、うん、もうなんていうの、勝ち方はどうでもいい、うん、と思ってもう。もう来てくれてる人もいっぱいあるし、うんうん、ちょっと舐めとったから相手も、うんうんうん、俺のはまあ戦歴上やからみたいな、うんうんうん、キャリアもあってみたいな、足とかのふくらはぎの筋肉もすごかったよ。うーん、毎日やってんちゃう？うん、クリスさん？クリア。何？奏でる？めっちゃこれ。どうですか？久しぶりの高カロリーメフィ。はい、めっちゃうまい。いくらシンプルにほんまにプロのとか見てみたいな。うん、確かに。うん、全然だから最後長谷川穂積がやってたの見たけど全然違うかと思う。うんうんうん。やっぱこう、これがボクシングだよみたいな、うん、バチバチ夫婦。トロフィーも置いてきたんだっけ。はい、全部置いてなんです、トロフィーとかもこう傘飾ったりさ、あれしようと思ったのにさ、全部会場に置いてきたっていう、うん、勝利者賞を大会本部で受け取ってくださいみたいな、うん、言われたけど忘れて帰ってきちゃってた。無事ね、KO 勝ちしましたよって。はい、はい、いやまさかほんまにでも KO できるとは思ってなかったけどな、うんうんうん、怒りに身を任せていやちょっと安心した、ほんまに。でもまたこれから、まあ明日からまた火水金土とトレーニングの日続けてまいりますので、はい、はい、応援の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。そう、そんな感じで、まあ、いつもと違った今日はボクシングの試合の動画でしたとさ。そうね、まあいい感じにね、へぇーって締めれたと思いますので、珍しくシュッとまとまったダークな俺があまり出てないから、うん、いいね、いいね。たまにはそういう時もあっていいんじゃない？ちょっと電話パスみたいな、きしょいてる、触んなよ、自分でどれじゃん。まあ次はもっとマットに沈めれるぐらい
なれるように頑張るわ、うん、じゃあ今日はこの辺で、はい、この動画を見てくれた貴様らにはせーの、サンキュー。じゃ最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録すれば